あの物語を覚えてる？空と幼なじみのカイリ、親友のリク、三人はいつも一緒。海の向こうの別の世界に期待を膨らませていたんだ。空は変わらないでね。え？海の向こう行けるといいね。そんな友達との日々は闇の扉が開き一変する。扉が開いたんだよ空、俺たち外の世界へ行けるんだぜ。見たことのない世界に飛ばされた空が出会ったのは、愉快で頼もしい仲間、魔導士のドナルドと騎士隊長のグーフィー。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。空たちを待っていたたくさんの出会いと冒険。あなたたち、どこから来たの？そして、戦い。そうか、お前が鍵を持つ少年か。世界はもうすぐ闇に覆われる。鍵穴も、この世界も、お前の思い通りにはさせない。キーブレードの力に目覚めた空の前に立ちふさがったのは、闇に落ちた親友のリクだった。お前、誰なんだ？我が名はアンセム、闇の探求者。俺の武器はキーブレードじゃない。繋がる心が俺の力だ。空の旅はまだ続いている。ここからさらに物語は激しく動いていくんだ。もしも記憶が書き換わってしまったら、大切な人の記憶も友情も失ってしまうのかな。空とドナルド、グーフィーは闇の扉の向こうに残ったリクと王様のミッキーを探して旅を続けていたんだ。リクたちの手がかりを追って迷い込んだのは忘却の城だった。リクか、リクがここにいるのか。進むがいい空、手に入れて失うために、あるいは失って手に入れるために。親友と再会するため空は進むことを選んだ。でも進めば進むほど大切な記憶を失っていく。それはキーブレードを使う空を意のままにしようとするマールーシャたちの罠だった。大切な人の思い出さえ書き換えられてしまった空は、忘却の城の奥に囚われていた少女ナミネを救おうとする。空、どうしちゃったの？どうしたって何が？ナミネをほっとけっていうのか？しかし彼女には大きな秘密があった。君に会えても、私どうすれば。あいつを救えるのはお前だけだ。空の記憶を書き換えた不思議な力の持ち主、その正体はナミネだったんだ。うまくやれ。あんたが守ろうとしたナミネはね、嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ。記憶を消されたって、心が壊れたって、約束は、ナミネは必ず守る。俺を信じてくれ。真実に背を向ける弱い心、ならば私の敵ではない。そして空と十三機関の因縁は忘却の城だけでは終わらなかった。君にも苦しくて切なくなってしまうほど大切な友達はいるのかな。生まれて7日間、ロクサスという名前と13という番号だけが自分の全てだった。記憶のない少年ロクサスはもう忘れないように、目覚めてからの時を数え、友達のアクセルとの任務の日々を過ごしていた。俺が機関に入ってから
今日で255日目なんだ。日数なんか記憶してたのか。そしてロクサスと同じように記憶を持たない謎の少女シオンが14番目の仲間として機関に招かれる。キーブレードに選ばれし者。心を持たない抜け殻のはずのノーバディ、ロクサス、アクセル、シオンの3人の間には互いを大切に思う感情が芽生えていたんだ。アクセルも私の友達なの？シオンがロクサスの友達なら、シオンは俺の友達だ。そんなかけがえのない日々は突然崩れていく。もう一度お願い。我々はそれほど暇なわけではない。やはりお前が失敗作だったというだけのことだ。シオンに隠された秘密。私は存在してはならないの？それはお前が人形だからか。キーブレードを使う空の力を狙う13機関の真の目的。二人はもともと空に連なるもの。どちらかが手中にあればよいのだ。それってシオンを消すってことか？答えろよ！壊さないと、いつかお前がロクサスがロクサスじゃなくなる。突きつけられる真実に心を持たないはずの彼らは感情があふれ出す。悲しみ。機関に歯向かうのかよ。組織を敵に回したら生き残れないぞ。誰も悲しまないさ。俺は悲しいな。怒り。消されちまうんだぞ。手加減はなしだよアクセル。ふざけんな！てめえ、なめてんじゃねえぞ。俺は決めた。お前らが何度逃げようが、俺が何度だって連れて帰ってやる。決意。私はこれからロクサス自身も取り込まなきゃいけないの。それが私の生まれた意味。そして願い。また会おうね。私ロクサスに、ロクサスとアクセルに会えてよかった。二人は親友だもの。それだけは忘れないで。君も信じてるでしょう。また3人が笑い合える日が来るはずだって。大切なものを守れるのはいつだって何かを選べる人なのかもしれない。忘却の城で眠りについた空に出会ったリクは自らの闇に立ち向かうことを決意した。あなたの心には闇があって、そこにアンセムが宿ってる。リク、選んで。心の鍵なんていらない。俺はアンセムと戦う。僕も信じてる。君は絶対に負けないってね。私の闇に沈め！リクはその心に闇を抱えながら光に向かって歩む道を選んだ。光への道か、闇への道か。どっちでもないな。光と闇の中間だ。闇夜に続く黄昏の道か。そうじゃない、夜明けの道さ。空の眠りを守るリクは偽りのキーブレードを持つシオンと出会い。あなたこそなぜ機関を装うの？親友の眠りを邪魔させないためだ。お前が何者かは知らないが、所詮偽りでは俺には勝てない。13機関の狙いが
ロクサスとシオンを使って空の記憶から力を奪うことだと知った。空の記憶が空のノーバディから外側に流れ出してる。彼女にどんどん空の記憶が吸収されているの。今空は記憶のかけらをつなぎ合わせるために眠っている。でもそのかけらが私に流れ込んできている。だから空は目覚めない。ああ、その通りだ。リクは空を守るために避けられない戦いを覚悟し、俺はこれから機関のメンバーと戦わなければならない。負けてしまうかもしれないし、もしかしたら闇に飲み込まれてしまうかもしれない。シオンも自分の帰るべき場所を選んだ。私は空のところに、自分が帰るべき場所に帰るだけ。リクとロクサスは互いの大切なものを取り戻すため激突する。なぜ邪魔をする。お前が空の記憶に連なるものだからだ。キングダムハーツを解放する。そして全てを元に戻せ。そうすればあいつもまた三人でいられるんだ。シオンか。もはやその名しか思い出すことはできないが、今お前に無謀なことをさせるわけにはいかない。追い詰められたリクは闇の力を解放することを選ぶ。あれをやるしかないらしい。何？俺の心に宿る力、心の力で抑えた力。たとえ俺が俺でなくなっても。闇の力だ。大切な友を守る。リクはいつだってその道を選んで進んでたんだ。何のために誰と戦っていたのか、君はいつから分かっていたの？マスター・ゼアノートは天才的なキーブレードマスターであった。アンセム、いや、ゼアノート、お前もかつてはキーブレードの使い手だった。しかし闇に心を失い、キーブレードも失った。マスター・ゼアノートは古に伝わる光と闇の戦い、キーブレード戦争に探求心を駆り立てていく。破壊の後に創造があるように、キーブレード戦争の後に何があるのか、私はそれを確かめたいのだ。キーブレードの完成こそキーブレード戦争の扉を開く鍵となる。しかし彼の野望はすでに二度阻止されている。一度目はベントゥスから闇の存在を生み出し、完全なる光ベントゥスと完全なる闇バニタスに分け、その衝突によってキーブレードを作り出そうとした。ベントゥスの虚ろより生まれし者、お前はこれよりバニタスと名乗るがよい。今こそ俺との融合を果たし、キーブレードとなれ。俺とお前が戦わないとキーブレードは生まれないんだろ。だから俺は戦わない。その野望にマスター・ゼアノートのかつての兄弟弟子であるマスター・エラクスが育てた3人の弟子が立ち向かう。俺、バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうなってしまったら、だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。俺がそんなことはさせない。彼らの勇敢な戦いと仲間を思う絆によって
キーブレード完成の野望を砕いた。俺はお前を倒してキーブレードを破壊する。キーブレードは俺とお前の心からできている。こいつを砕けばお前の心も消えるぞ。それでも構わない。テラとアクアを救えるのなら。でも3人のキーブレード使いの運命もまた砕け散ってしまった。ベントゥスはキーブレード消滅の代償に深い眠りにつき、アクアは友を救うために一人闇の世界に落ち、テラの心は行方不明となり、後に発見された時自らをゼアノートと名乗った。ゼアノート。二度目は7つの純粋な光と13の闇を衝突させることでキーブレードを作り出そうとした。ゼアノートは自ら心と肉体を分け、心はアンセムを名乗り、リクとマレフィセントを利用して7つの純粋な光の心を持つプリンセスを捕らえ、一方で肉体はゼムナスを名乗り、13機関という13の闇を揃えようとしていたんだ。その野望はいずれもソラたちの活躍によって阻止されたように思えた。なぜだ、なぜ光が。13機関の本来の目的はゼアノートの心を13の器に分けること。13のゼアノート。これは真の13機関。そして3度目がマスターゼアノート自身の口から明かされた。あ、マスターゼアノート、やはりあなたが。ここまでは決まっていた。こうして12人の我が分身に迎えられ、人としてここに復活する。ここから先はまだ見ぬ世界。互いに光と闇の完成の暁に彼の地でまみえるとしよう。13の闇と7つの光、どんな結末が待っているんだろう。